中国の軍事的脅威が迫る中、日本の南西諸島など台湾に近い住民の避難に問題があるとの情報をキャッチしました。今回はこの住民避難を詳しく見ていきますね。出雲、香川、F-35B 戦闘機艦載で作戦開始、日向、伊勢などを住民避難に。大、住谷、国崎も投入、これで足りるのかどうか疑問が出てきますね。全海で避難に充てるなら可能だが、日本列島で見ると問題ありですよね。現在の日本で最も西に位置する島であるのが与那国島で、ここは沖縄県八重山郡の与那国町が行政区分上では管轄しているが、台湾までの距離がわずかに 110km ほどしか離れていない海域に所在している。このため、与那国島では昨年2021年8月に中国がアメリカのペロシ下院議長の台湾訪問に猛烈な反発を見せ、台湾の周囲を囲む形で実施した大規模な軍事演習の実施時には、周辺海域に中国軍のミサイルが落下する事態に遭遇した。そうしたことから、中国への危機感を募らせていた与那国町議会では、2022年12月、日本政府に対して、町民が有事の際に避難することが可能なシェルターの設置を求めることを決議し、2023年2月に、その旨を上京して陳情する方針だと伝えられている。非常に主観的なステレオタイプな決めつけかもしれないが、これが沖縄本島であれば、そのような動きには至らず、日本政府のいわゆる安保関連3文書等でのあり方を含め、単なる政権批判に終始した可能性が高かったのではと思えてならない。この与那国町議会の陳情によって、実際に与那国島へのシェルターの設置が迅速に進むのか否かについては、今後の政治の流れを注視するしかなさそうだが、今の情勢を踏まえれば、着手は確実ではないだろうか。こうした与那国島の例をはじめ、現在の日本政府は、仮に南西諸島方面において、万が一の台湾有事が生起してしまった場合、それらの島嶼部に住まう住民たちをいかに退避させるのかについて、本格的な議論を進めると思われる。中国が日本の領土に軍事的な侵攻を行うなどという事態は、軍事的な合理性に欠けるばかりか、経済的にも密接なつながりのある両国間において、多分に被害妄想的で、日本側の一方的な解釈に過ぎないという意見も当然存在する。これは中国とアメリカの関係に置き換えてみても顕著であり、米中対立といっては、見ても、両国は、相互に、今や、最大の貿易相手国となっており、政治上で語られるほどに、戦争にまで、対立が発展する可能性は、低いとの見方にも、一理はある。しかし、昨年2022年の秋に、異例の3期目を開始した中国の習近平政権は、台湾を、革新的な利益と呼ぶ考えに、変更はなく、2023年年頭の挨拶でも、台湾が独立を志向する場合、軍事的な力による解決を行う可能性を改めて排除しないと述べた。こうした習近平政権の発言を聞いてもこれまでであれば、台湾の独立を抑えるための政治的なブラフ、軍事力を背景にした脅しだと解釈することもできたが、2022年2月からのロシア・ウクライナ戦争の世紀で、その見方には変化が生じている感もある。ロシア・ウクライナ戦争が2022年2月24日に始まる直前まで、武力による威嚇はともかく、軍事専門家やロシア方面の専門家の多数が合理的に考えて、ロシアが実際に軍事侵攻を行うとは見ておらず、当のウクライナ政府も同様だったとさえ言われている。それでも、かつての旧ソ連時代の自国の支配地域、体制を忘れられない人物、
ロシアの最高権力者の座にプーチンがあったことで、この不幸なロシア・ウクライナ戦争は現実のものとなってしまい、今も長期戦の様相を呈してきている。ウクライナは確かにかつては旧ソ連を構成する連邦国家の一員だったかもしれないが、1991年の旧ソ連の崩壊とともに分離、独立を果たした主権国家であり、今のロシアやプーチンがいかに持論を重ねようと、その事実は変わらないはずだ。しかし、プーチンはこれまで2014年にウクライナからクリミア半島を強奪した成功体験が忘れられず、軍事侵攻を敢行すれば、今回も簡単にウクライナを屈服させられると踏んで、いとも容易に武力行使への決断を行ったのだろう。ウクライナとロシアとは陸続きの大陸国同士であり、ロシアによる軍事侵攻となれば、今の我々が目撃している通りに陸上軍による制圧が必須となるが、これに手こずったことから、電力等のインフラ攻撃にさらされる結果となっている。民間人の犠牲者数の増加という意味においては、ロシアが今まさに繰り返している巡航ミサイルや自爆型の無人航空機によるウクライナへの攻撃は、少なからぬ影響をウクライナに与えており、今後も継続されることは想像に難くない。こうした今現在進行中のロシア・ウクライナ戦争を対岸の火事と思ってはいけないと考えつつも、島国である日本が中国から大規模な上陸作戦の標的にされる軍事的な可能性は低く、日本の防衛力の強化を否定する根拠にも多々使われている。しかし、確かに中国軍が日本の本土にそのような大規模な上陸作戦を仕掛ける必然性も、また実施可能な戦力の投射も現時点では困難とは言えるだろうが、南西諸島の島嶼部の限定された地域においてはその限りではない可能性も排除できない。仮に中国が今のロシア・ウクライナ戦争の趨勢を見極め、仮にもロシアがウクライナを屈服させるようなことが現実物となれば、台湾への武力侵攻を自国でも本格的に実行に移すべきとの政治判断に至るかもしれない。その場合、中国側が最も大きな障害だと考えるであろう地域は、自衛隊や在日アメリカ軍の基地があり、台湾に距離的にもほど近い沖縄本島となることが予期され、その戦力を無効化するための対地ミサイルによる攻撃が懸念される。すでに中国軍はそうした用途の地対地ミサイルを少なくとも1400発以上は保有していることが確実視されており、沖縄本島の自衛隊や在日アメリカ軍の滑走路は、まず最初にその攻撃の標的にされると考えておくべきだろう。アメリカ軍もそうした対地攻撃用のミサイルの数では、自軍が中国軍に対して劣勢であることを認めており、万が一の有事の際には、それらへの被害を回避するため、一時的に航空戦力を別の場所に移すことも想定している。ちなみに、2023年1月の現時点で、日本の自衛隊の航空機が使用可能な滑走路は、南西諸島では沖縄本島にしかなく、これが中国軍からの攻撃で使用不可能となった場合は、代替が効かず、そうしたケースに備えて、別の策が必要となってくる。その意味で、そうした場合に対処可能だと考えられているのが、ヘリコプター搭載護衛艦の出雲、片護衛艦の出雲、加賀の2隻であり、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修が進められている。出雲、片護衛艦は、現時点で、海上自衛隊で、最大の規模を誇る艦艇で、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、
全幅が 38.0 メートルの艦体を持ち、最大30ノットの高速で移動することが可能である。出雲、片護衛艦は、航空母艦化改修を終えた後でも、艦載機となる F-35 ライトニング2B 型を、すべて、艦内の格納庫に収容する形では、最大で10機ほどの運用に止まるとも言われており、その数だけからは、大した戦力ではないとの指摘も見受けられる。しかし、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型を、非常時に露天駐機とすれば、10機プラスアルファでの運用も、物理的には可能であり、沖縄本島の滑走路が使用できない事態では、唯一の航空戦力の母体となり得るだろう。陸上自衛隊が、配備を進めている V-22 オスプレイ等の輸送機も出雲、片護衛艦では、運用が可能であるため、こちらも、各種の輸送任務に充当させることができ、島嶼部における補給や戦力の投射にも、貴重な戦力となることが予想される。出雲、片護衛艦の航空母艦化改修の終了や、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型の配備は、未だ、少なくとも、2026年から2027年頃まで、時間を要することが見込まれているが、南西諸島の防衛には、必須の戦力とみて、間違いない。